マーサ・ダンドリッチ・カスティス・ワシントンは、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンの夫人、初代アメリカ合衆国のファーストレディとも見られるが、彼女の生前にはそうした呼び方がなかったので、単に、ワシントン夫人として知られている。身長5フィート。1731年6月2日、未明、イギリス領北米植民地のバージニア王室領。 植民地にあるウィリアムズバーグ近くのニューケントグにあるチェスナットグローブで裕福な農園主・ジョン・ダンドリッジとフランシス・ジョーンズ、夫妻の長女として生まれた。当時の両家の娘の霊に漏れず、家庭教師をつけられ、刺繍をし、楽器を奏で、馬にも乗った。乗馬は若い頃に階段を馬に乗って駆け上がり、人々を驚かせたほどの腕前だった。若い頃のマーサ・ワシントン1750年。 18歳の時に20歳年上の裕な独身男性、ダニエル・パーク・カスティスと結婚。二人はチェスナット・グローブから数マイル上流のパムンキー川岸にあったホワイトハウスと呼ばれる農園の大邸宅に住んでいた。カスティスとの間に4人の子を設けた。上の二人のダニエル・パーク・カスティス・ジュニアとフランシス。カスティスは創生したが、下の二人のジョン・パーク・カスティスとマーサ・パーク・カスティスは、 ある程度長く生きた。1757年に夫が亡くなったことでマーサは巨大な富を持ち、特権的地位にある裕福の未亡人となった。当時は結婚すると妻の財産は全て夫のものとなるのが決まっていたため、独身男性たちの絶好の結婚相手の対象として注目された。1856年頃。 レンブラント・ピールによる肖像が1759年1月6日に2人の子供を連れてジョージ・ワシントンと再婚した。ワシントンはこの頃にはイボアにローレンス・ワシントンからマウント・バーノンの農園を相続し、バージニア民兵の大佐となっていた。ワシントンはこの一歳年上の未亡人との結婚によって資産を大々的に増やし、以降の活躍の基礎を固めることになった。 ワシントンの方から二度求婚しての結婚であり、カスティスがマーサのために残した10万ドル相当、1万7000エーカーの土地と300人近くの奴隷という資産は、皆ワシントンのものとなった。二人は、ワシントンの所有する農園で裕福で、明らかに幸せな暮らしを送ることになった。二人の間には、子供が生まれず、マーサの連れ子二人を育てた。 息子のジョンは1781年のヨークタウンの包囲戦でワシントンの副官として従軍するが死亡。ジョンの死後、ワシントンはジョンの二人の子供、マーサから見て孫となるエレノアパークカスティス、ジョージ・ワシントンパークカスティスを育てた。二人はダンドリッチ家やワシントン家の名やおい、その他の一族も物心両面で支援した。マーサは丸顔で小柄の 極めて家庭的な女性であり、マウントバーノン農園やカスティス農園の家での生活で個人的に満足していた。もっと陽気な女性なら、この役目を大いに楽しめたでしょうが、私は家にこもっている方が好きですと述べている。しかし、アメリカ独立戦争で大陸軍の総司令官に指名された夫と1775年にボストン近郊で合流してからは最後まで従って、夫を陰で支えた。 陣営内では他の夫人たちを励まして繕い物をし、靴下を編んで、これらを兵隊に配ったり、負傷した兵士を分け隔てなく懸命に看護した。有名なバレー法事の冬も夫の下で過ごし、将兵の士気を一定の水準に維持する役割を果たした。夫がアメリカ合衆国大統領に選ばれることには強く反対し、1789年4月30日の就任式も欠席した。 しかし、2期にわたる任期の間は、国の正式な女性代表者として奥ゆかしく、務めを果たした。ワシントン政権下では毎週火曜に、大統領の接見があり、木曜の夜に、晩餐会が行われ、金曜の夕方にファーストレディのレセプションが行われた。マーサ夫人は、こうした行事を基調面にかつつつましく、控えめにこなした。会話が、政治的な話題に流れないように気をつけ、 夫の健康を気遣って遅くても午後9時には必ず、会をを開きにした。第1期の大統領官邸は、ニューヨークのウォール街にあり、第2期は、フィラデルフィアに移転している。マーサは唯一ホワイトハウスに住まなかった、実質的なファーストレディであった。夫が第3期目を拒否したことにより、1797年に、久々にマウントバーロンに戻る日が来た。マーサは、 将軍と私はまるで学校から解放された子供のように喜んでいますと友人に書いている。引退後の生活は、夫人が求めていた牧歌的なものにはならなかった。一般国民だけでなく、外国からの要人が何百人も、大統領職を退いたマウントバーノンにいるワシントンの元を訪れるようになった。ワシントンは1798年にフランスとの関係悪化のために、 公認のジョン・アダムズ大統領によって臨時の司令官に任命された。戦争は回避されたものの、その翌1799年12月14日に彼は宇宙の乗馬で風邪をひいたのが原因で65歳で亡くなってしまった。夫の死の床の前で私も間もなくおそばに参りますと言った。1878年の肖像連邦議会が夫の棺をマウントバーロンから 新しい首都ワシントン DC に完成する議事堂内に移すことを決議したことはマーサに大きな失望をもたらしたが彼女は公共の義務を最優先してこれに従ったところが結局は議会もこの計画を放棄したマーサは深刻な発熱が原因で1802年5月22日に死亡した70歳没夫婦揃ってマウントバーノンに埋葬された ワシントン大統領夫妻の筆上流階級の南部白人の家庭であったゆえ、奴隷制度を目前に育ったが、南部の気候の倫理的また道徳的な基本について問題にすることはなかった。イギリスの通常法においてカスティスの遺産の3分の1を相続し、そこからの収入で生活していたが、その資産は多くのプランテーションや農園とそこで働く、多くの奴隷男女と、 子供たちのためであった。ワシントンとの結婚によって、ワシントンが法廷の監視のもと、カスティスの遺産も法的に管理することになった。農園の記録はマーサが多くの決済を行い続けたことを示している。ワシントンは管理的なことに影響を及ぼし、農園から上がる収入を受け取っていた。息子、ジョンの相続持ち分である土地や奴隷は売却しなかった。しかし、彼女のメイドで、 カスティスの応援の奴隷少女、オニー・ジャッジが大統領に決めの時にフィラデルフィアの持ち家から逃亡した時は動揺している。ジャッジは市内の自由国人の友人の家に隠れ、その後北方に動いた。パトリシア・ブラディは2005年に出版したマーサ・ワシントンの伝記の中で次のように書いている。そしてフィラデルフィアの大統領官邸で料理長として、 働いていた奴隷のヘラクレスが1797年2月22日に逃亡する。マウントバーノンにはヘラクレスの6歳の娘が残されたが、その娘は父が自由になれて嬉しいと語ったという。歴史家ヘンリー・ヴィンセックは2004年の著書、全能ではない神、ジョージ・ワシントン、その奴隷、そしてアメリカの創造において、 マウント・バーノンとバージニア歴史協会に残された資料の中から彼が発見した原資料について触れて次のように書いている。ビンセックによればとりわけこの出来事がジョージ・ワシントンをして奴隷制度を不快なこと問いはしめ、後にワシントンが奴隷を全て解放する決断に影響しただろうとしている。アン・ダンドリッチの存在に関する他の資料としてはヘレン・ブライアンの2001年の著作。 マーサ・ワシントン、自由のファーストレディが存在する。この本で、ブライアンは、ビンセックの研究を引き合いに出し、影の妹は、マーサの年に近く、子供の時から共に育ったとしている。ビンセックは、以前の歴史家がアンという妹の存在を示す、証拠文書を無視したと書いている。ブラディは、著者の終わりの電気的注釈で、マーサのイボ妹の存在を否定し、ビンセックとブライアンは、 家庭内神話と言い伝えを受け入れたのだと主張している。ブラディは、ビンセックが発見したバージニア歴史協会とワシントン DC の文書庫にあるアン・ダンドリッジの解放が記録されている証拠文書については審査を要求していない。この疑問が残る文書の評価において、ビンセックはカスティスの応援の記録とマウントバーノンの応援の奴隷の記録からアン・ダンドリッジが削除されたと主張している。 何年もプランテーションの家族を研究してきたビンセックは奴隷と奴隷所有者の間の家族の絆はしばしば秘密にされたと考えている。ダニエル・パーカー・カスティスが子孫に残した不動産の一部は最終的には南北戦争の間にマーサの孫、ジョージの養子ロバート・イーリーから没収された。この土地は後にアーリントン国立墓地となっている。年。 何年にもわたる、下級裁判所での裁判の後に、アーリントン国立墓地の所有権に関する訴訟は、アメリカ合衆国最高裁判所に上告された。最高裁は巡回裁判所の判決を指示し、問題の財産は、リーに属するとし、合衆国議会は、リーから、総額15万ドルでその資産を買い上げることにした。ありがとうございます。